NTT データ MSE の今村と奥野です。小林さん、すいません、割り込むはバタバタするっていうところで始めますけど、今回私たちからは2月の20、21に開催されましたオートモーティブグレードリナックスの、オールメンバーミーティングの中で、発表させていただきましたこの AI エンジンをAGL の UCB に取り込んだ経験、アウトプットというものを皆様にご紹介しようというところで用意しています。で、今回この資料後ほどアップロードさせていただきますが、 AGL 上でこの通りやれば皆さんも AI エンジン動かすっていうところを試すことができますので、ぜひ参照いただきトライしていただければ。まずすみません、簡単に自己紹介ですが、私今村です。で、今 MSE の中では AGL をはじめオープンソース関連、オープンソース、コラボレーション関係の活動を推進しています。で、私自身昔パナソニックの携帯電話を作っていた際に、Linux カーネルに踏み込んでですね、スケジューラーを最適化するために手を入れてみたり、OS 周り、Linux カーネルを結構中心にやってましたので、デバッグ、最後は出荷直前のバグが出ると、大体 OS の視点でチェックしてくれっていうところで、そういうところを強みに取り組みを行ってきました。今、その強みを車業界に向かして、こういう、Linux 関連の取り組みを推進しているという状況です。で、奥野さんですね、簡単に奥野さんは、私が、蓄積してたノウハウを一度2011年ですね、そうですね、ちょっと車向けの実際お仕事来た際に、まさに私がやっていた分野が的中するような業務をリードして進めていただきた、いただいてたんですけれども、その際に全ノウハウを、もう伝えました、はい、コピーです、コピーですけどそしたら最後、今日ちょっと上田さんのやつで質問とかもされてましたけど、奥野さんはオープンソースのライセンスというところも、ノウハウとして蓄積して、今私たちの取り組みを進めているという状況です。あと、そうだ、冒頭ちょっと言い忘れたんですが、すいません、私こんなかっちりした服装で来てるんですけど、今日実は午前中硬い、インタビューの会議がありまして、ちょっとそのままインタビューがあったんです。で、そのまま来たので、ちょっと今日はこんな格好ですけど、本来普段はラフな格好でこういうところやっていかないと、ちょっと社内的にもいろいろツッコミが来るので、今後はラフにしていきたいと思いますと。で、じゃあまずちょっと簡単に最初 AGL っていう形でお話をしたんですが、 AGL って何ぞやっていうのを1枚入れさせていただきました。ご存知の方っていうか、結構バッと見た感じ AGL 関係で一緒にいつもいらっしゃる方もいるんですけれども、オートモーティブグレードリナックスの略で AGL というふうになっています。で、実際AGL とは何ぞやっていうのを語るのは、AGL を推進しているエグゼクティブのダン・コーシーっていう方がいるんですけど、その人の発信が認めないというふうに言われてますので、ちょっと概要アバウトっていうところを貼り付けたのとリンクも貼ってますので、今日今私がお話しするのは単なる私の解釈というところで、捉えてください。で、AGL 自体は、オープンソーススタックを、集めて、プラットフォーム、車向けのプラットフォームを作ってるんですけど、ターゲットとしているのが実はコネクティッドカープラットフォームというふうに、ダン・コーシーは発言しています。
もちろんあの段階はありまして、あのあと技術的にあのできるところできないところっていうのはあるんですけれども、今はあのちょっとなんかないか、インフォテインメントに、フォーカスしてるってありますけど、実際インフォテインメントの共通プラットフォームというところから、OEM さん、ティアワンさんで、あとチップベンダーさんと我々のようなソフトベンダーが、一緒に連携しながら一つのプラットフォームを作っているという状況です。で、このリンク先行きますと、もう情報もありますし、あのウィキとかデリットでソースコードも見れる状態になってますので、あの興味ある方はあのそこもご覧いただければと思います。で、じゃ あ, あの本題に入ります。今回あの私たち HAI の取り組みをやったっていうところで、なんでこういうところを着目したかっていうところなんですけど、あの今のところはこれいろいろあの HAI という言葉自体で解釈とか捉え方というのもありますので、 あくまで今回は私たちの考え方なんですけれども、現在の、AI っていうのはやっぱあの組み込み機器、特にまあスマートフォンでいうと Siri とか代表例がありますが、音声として、インプットされたものは一度あのクラウド上にアップロードして、そこで解析を行って、またスマートフォンにフィードバックしていくということで、どうしても、クラウドに送るデータのボリュームっていうのが、まあ、そのまま、まあ、ちょっと若干加工とかは入ってるかもしれないですけど、データを送らなきゃいけないということでデータボリュームが増えてくるというところと、一度クラウドに上げてから解析して戻ってくるっていうところもあるので、レスポンスが、応答が遅くなるという課題があるという状況です。でも実際後ほどニュースのページもちょっとピックアップしてるんですけど、組み込み側にではハイスペックな、AI 解析できる、半導体を取り入れることで、そこでできる処理っていうものはエッジ側でやってしまう。で、必要な分だけクラウドに上げて、フィードバックをまた、エッジ側に戻すっていうような、やり方が採用されようとしています。で、これできると、エッジ側で処理できるレベルのものであれば、このハイスペックな半導体使ってもう処理してしまってレスポンスの向上を見込めますし、今度クラウドに上げるのも必要最小限なデータボリュームで済むというところで、そこからの帰りも、まあ、こう性能としてレスポンスとして上げられるだろうという期待が持たれているという状況です。で、近年 HAI スポットライティとかあるんですけど、着目されているというところで、ちょっとざっと上げているエッジ AI に関するソリューションのアナウンスというものをピックアップさせていただきました。で、まあチップ先ほどありましたルネサス、黒川さんいらっしゃいますけど、ルネサスさんからだと EAI とか出てますし、今回ソニーさん、上田さんとか実際いらっしゃいますが、ニューラルネットワークライブラリーズというソフトウェアのオープンソースというものもありますと。で、この中で私たち実際ちょっと取り組みとしてターゲットにしたのがニューラルネットワークライブラリーズを使った取り組みを行っています。で、なんでこういう取り組みを やろうか、ここに着目したかというところなんですけれども、まず一番に私たちソフトウェア会社というところもあって、ソフトウェアを簡単に使えるオープンソースであったというのは一つ大きなポイントです。で、あと公開されている中にはリッチな開発環境と書いてますけど、すぐ自分たちで取り組みやすい開発環境が用意されていたというところで、まあ着手しやすいっていうところが一つ目のポイントでありました。で、あと2点目はニューラルネットワークライブラリーズをちょっと組み込みに入れてみようという取り組みをやるのが、まだ私たちが着目して取り組もうとした際には
少人数あまり聞かない事例だったというところで、じゃあいち早く取り組んで私たちの技術力っていうものを皆さんにアピールしていこうというところを考えました。で最後はやっぱソニーさん AGL メンバーだっていうところで、これはコラボレーションが期待できるんではないかっていうところで、この3つのモチベーションを持ってニューラルネットワークライブラリーの取り組みを行っています。でこれちょっと実際にコラボレーションした時の話なんですけれども、まあ取り組みをやろうというふうに決めてから実は3週間でしたよね。 あれちょっと英語の話で3週間そうやろうと決めてから実は3週間で、アウトプット成果を出して18年の CES にデモンストレーションを出展しています。でやっぱり取り組みやすいオープンソースの形ではあったものの、その3週間っていう短い期間でアウトプット出せたっていうのはソニーさんのところにですね、私たちもセスまでだと2回ぐらい訪問させていただいたと思うんですが、どういうデモのユースケースにしたらやりやすいかであったりとか、まあ、その後訪問以外にメールベースでしたけど技術的な質問もさせていただいたというところで、実に本当コラボレーションの結果が出て短期間で成果を出すというようなところにつなげられたというこれ実際CES に出展したというところで、ちょっとあまり見慣れない方と、まあ、見慣れてる方いらっしゃると思いますけど、2人とも AGL で、技術引っ張ってる左側がウォルト・マイナー・ウォルトさんと、右側がヤン・サイモンさんなんですが、2人とも非常に興味を持ってくれたというところと、まあ、その他やっぱたくさんの方々が AI というところに着目して、質疑応答を聞いてくれました。やっぱ一番あったのはどうインプリしたの、どういうふうに組み込んだの、技術者の視点であったりとか、やっぱ組み込みでやるんでどうリソースとかパフォーマンス出てるのっていう、その結果も知りたいっていうお話もありましたし、今後どういうユースケース考えてどういう展望を持っているのっていう質問が、受けることができました。ちょっとで、ここで私の説明を終わらせていただいて、技術的には奥野さんの方からやってもらうんですけれども、今日はこの資料の中には今ありました組み込み方であったり、AGL に乗っけた時の、まあ、メモリの使用量とかパフォーマンスの、結果で、あとは今最近ですね、私たちがこの CES のフィードバックを受けてどういう取り組みに移行しているかっていうところをご紹介させていただきます。じゃあ、はい、いいですかね。はい、はい、ちょっとここでバトンタッチして説明します。まあ我々のチームって書いてるんです。まあ普段は各クライアントのお仕事をさせていただいてるんですけれども、まあ、そんな中でも研究開発っていうテーマを、まあ、やったりもしてまして、まあ、そんな中で今回我々のチームでも AI に取り組もうとしたモチベーションをちょっと書かせていただいてます。昨今AI のニュース流れない日はないと思うんですけれども、まあ、そういった中で各社、まあ、国もそうですし各企業の方でもいろんな取り組みされてます。人材育成だったりもそうでしょうし、まあ、そういった周りがそういう AI に対して注力しているという中で、
ょっと我々の方でも何かしないといけないっていう、まあ、そういう危機感からまあ初めはあったんですけれども、その中で AI をまずは取り組んでみようっていうところで、まあ、あの一番手っ取り早いあの AGL の上に AI を乗せて見ることができないのかなっていうのが、まあ、起こったんです。で、あのそこで目をつけたのが先ほどもあったあのニューラルネットワークライブラリー、ソニーさんのやつなんですけれども、まあ、あのそれを載せてみて、ここは書いてるんですけども、手書き文字認識ですね、そういったあのデモシステムっていうのを作りました。ちょっとおさらいっていうか、まあ、そういう感じのページなんですけれども、 AI っていうところ、まあ、2種類大きくありまして、まあ、あのマシンラーニング、機械学習ですね、それとディープラーニング、深層学習っていう、まあ、その2種類があります。まあ、機械学習の方なんですけれども、まあ、あの AI 自体は人間の脳の認知判断などの機能を、まあ、あのコンピューターの方で実現するっていう、まあ、そういうものなんですけれども、機械学習の方はあの データですね、大量のデータからあの法則を見つけてアウトプットを出すというところで、あのディープラーニングの方はあのニューラルネットワークっていうのを用いてそのデータを処理して、まあ、何らかのアウトプットを出すっていうものです。で、ちょっとあの我々が着目したのがこのディープラーニングの方で、まあ、それのデモシステムを作ったっていうのが先ほど説明した内容になります。で、ここちょっとまた経路が違うんですけれども、 AI のタイプっていうのをあの書いてます。上があのルールベースですね。で、下がマシンラーニング、機械学習の方なんですけれども、まあ、ルールベースの方はあの普通に人間の頭で考えていることをプログラムに落とすっていう、まあ、そういったものなんですけれども、機械学習は先ほど言ったデータを処理してアウトプットを出すっていう、まあ、そういうものです。で、そのマシンラーニングの方も教師あり学習ですねと、まあ、教師なしで、あと教科学習ってちょっと3種類タイプがあるんですけれども、あのご存知の通り、教師ありはあの教師データっていうのを最初に与えておいてアウトプットを推定するってやつです。で、教師なしはあのアウトプットの、まあ、入力データからあのアウトプットのどういう、まあ、あの分類になるかとか、そういった、まあ、事前に教師となるデータを与えずにどんどんデータを処理していって法則を見つけるという、まあ、そういうものです。最後、教科学習の方が途中の、まあ、プロセスっていうところが最終的なアウトプットに対して、まあ、何らかの法則を見つけて、ここに書いている AI 処理とか AI 語っていうところは、AI 囲碁ですね、というところはこれを使っています。で、今回着目したのがこの機械学習の教師ありデータの方になります。この映画の教師あり学習、まあ、ちょっとあのモデル化したようなやつなんですけれども、まあ、大きくはトレーニングとプレディクションっていう、学習とあと予測っていう2つのプロセスに分かれてまして、まず学習の方はデータをインプットして、そこからこの学習済みのデータモデルですね、これを作り出すっていう、まあ、そういうプロセスになります。で、推定プレディクションの方なんですけれども、まあ、何らかの、 あの未知のデータっていうのをインプットに対して、この事前に学習したデータっていうものに対してアウトプットを出す、まあ、そういう流れっていうのが機械学習、教師ありデータの方になります。で、次にあの我々が構築したデモシステムの方の説明をさせていただきます。こういった感じになります。先ほどの、 あの学習の方はパソコンで、まあ、やりました。で、予測の方がこれあの組み込みの HAI ですね、まあ、実際には RCAM X3 の上にAGL を乗せて、その上にシステムを組んだっていうところになります。で、学習の方なんですけれども、ちょっと左に書いてください。
MNIST ってやつですね。これはあのすごく有名なベンチマークで手書き文字のデータセットになります。6万枚の手書き文字の画像と、まあ、それに対する答えですねっていうのがセットになったやつです。これをあのパソコンの方で入力して学習モデルっていうのを生成してます。でその学習モデルを組み込みのエッジの方ですね、 R カーの方へ持ってきて、でこちらの方では USB カメラっていうのを接続して、そのカメラで入力した手書き文字の画像っていうところから文字ですね、それが何の文字かっていうのを、まあ、出すっていう、まあ、そういうシステムを組んでます。でそこの、まあ、組む際に先ほどのニューラルネットワークライブラリ、あの通称ナブラ、これですね、ナブラっていうんですけれども、これを使ってます。あとあの、まあ、USB カメラの入力に対してちょっとあの前処理っていうのをするために OpenCV っていうのを入れてます。でこれが簡単なあのデモシステムの概要なんですけれども、ここにあのカメラで撮った画像っていう入力データが入ってます。でそれに対してこの赤い枠の中に入った数字っていうのをまあ読み込ん でそれがあの何の文字なのかっていうのをまあ出すようなシステムになります。で先ほどあの学習モデルを作ったその MNIST ってやつなんですけど、まあこれ 28×28 ピクセルのまあ手書きの文字データの画像になります。それ あの学習モデルっていうとまあ照合させて、でその結果ここあのちょっと順番が箱に配列になってちょっと分かりにくいんですけれども、ナブラの方でまあこれが何の文字かっていう処理をさせると、こういったふうに確率ですね、どの文字の確率が一あのなのかっていうのがまあアウトプットとして出てきます。この場合だとこの画像は4です、4が 99.99% ですっていう、まあ、そういう確率が出てくるんですけれども、まあ、そういった形でどの文字なのかっていうのをまあ出す、そういうシステムになります。で下の方にあの処理時間ですね、処理時間を出すようにしています。まあ、そういったシステムをあの構築しました。ニューラルネットワークライブラリーですね、今回使ったエンジンのニューラルネットワークライブラリーの、まあ、簡単な紹介を書かせていただいているんですけれども、あの GitHub で公開されています。ライセンスはバッチライセンスの 2.0 です。でそのライブラリーと一緒にあのコンソールっていうこれ GUI のツールなんですけれども、その学習モデルですねをあの GUI を使って作るっていうことが、まあ、このコンソールを使ってできます。でそのあの新たに作った学習モデルっていうのを使ってこのライブラリーの方で処理させて推定させるって、まあ、そういう流れになってるんですけれども、今回あの我々が使ったのはこのライブラリーです。で、まあ、あのちょっとこれからいろいろトライしてるんですけれども、このコンソールを使って新たなモデルを作るというところもあの今やってる最中になります。でこう URL 上の方に書いてますんで、こちらの方を詳しくは参照いただければというふうに思います。で今回あのリンクリした時のステップっていうのを簡単に書いてます。ステップ1としてパソコン上で学習させるっていう、まあ、そういうステップですね。ステップ2がビルドとインストールです。これあのAGL 上へのインプリの方法を書いてます。ステップ3が USB のウェブカメラですね、これをまあ有効化するっていう、ちょっと今回あの DD の方を使ってまあ最初はシステム組んでたんですけれども、まあ、EE だとまあこのステップの3と4っていうのがまあ不要になるんですけれども、あの最初まあ DD でやってましたんで、この USB カメラの有効化っていうのと、あと次のステップ4ですね、OpenCV のインストールっていうところもまあしてます。まあ、この2つはあの最新の EE だと特に必要ないです。で最後、ステップ5としてアプリのインプリ、まあ、この手順でシステムを構築しました。
ED と EE って AGL の、はい、あのバージョンの頭文字の名前なんで、あのご存知の方と、はい、AGL の会合ではない、はい、はい、こちらがあの焼き文字画像のところなんですけれども、まさきょうの MNIST っていうこれ6万枚の画像データセットがあります、まあ、これをインプットにしてナブラですね、ニューラルネットワークライブラリに加わせるとどういう過程でアウトプットが出るかっていうのをちょっとプロセスを書いたような感じです。インプットはまあ 28×28 のピクセルですね。でこれをあのニューラルネットで処理していくと、まあ、最終的にその数字ごとの確率っていうのに変換されます。まあ、それであのどの数字なのかっていうのを推定することができる、まあ、そういうモデルになっています。これがあの GitHub の方で公開されてますんで、これを使って、まあ、サンプルを、まあ、組み上げたっていう、まあ、そういう形になります。ちょっとまああのどこから撮ってきたとかそういうところを詳しく書いたのがこのページです。まあ、ちょっとまた後です。この資料の方をアップしますんで、その時にご参照いただければと思います。こちらがあのアルカー SDK のビルドの方法だとかのちょっと書いてます。同じくあのニューラルネットワークライブラリーのインプリのシェアドライブラリーを作ってインプリする方法と、あとあの学習モデルを作るっていう、その辺のコマンドの手順を書かせていただいてます。こういった、まあ、簡単にできる感じです。で、こちら USB のカメラですね。これをあの有効化する際の手順になります。カーネルのコンフィグを、まあ、有効化して、でビルドしてカーネルイメージを作るという、まあ、そういうページを書かせていただいています。ちょっと先ほどあの最初に言った通り、これ BD の場合だけになります。で同じく OpenCV、今回前処理として OpenCV を使っています。あの前処理って言ってるのは、先ほどのウェブカメラがあの HD のサイズで、手書き画像が 28×28 の、まあ、モノクロですね、グレースケールの画像なんで、まあ、そのためにはウェブカメラの画像を縮小してモノクロにして日化してっていう、まあ、そういう前処理が必要になりますんで、そのためにこの OpenCV っていうのを使ってます。 OpenCV 結構あの皆さんもご存知の通りで簡単にいろんなことができる、まあ、OSS なんで、これをまあ使って極力変換処理っていうところはもう作り込まないようにしています。で、アプリのロジック的にはこんな感じです。上から行くとか、まあ、カメラから画像をキャプチャーして、でそれを 100×100 にあの切り抜いて、でグレースケールにする、で日化反転させて 28×28 にリサイズして、でニューラルネットワークライブラリナブラに加せると、でその結果あの数字の確率っていうのが出てくると、まあ、こういった流れのロジックになっています。で今回アプリ の実際に処理しているコードの内容です。たったこれだけです。これであの最終的に数字のデータが出てくる。カメラで画像をキャプチャーして、まあ、処理をしてっていうところを、まあ、全て含めるとこんだけのステップ数だけで済んでいく、まあ、そういう事例です。クロップする場所っていうのはもう決め口にしてるってことですか？あのさっきの赤枠で出たところを、もうそこは文字を探してるわけじゃなくて、もうその場所、場所を決めてるっていうことです。で実験結果の方を簡単に紹介いたします。で最初は、まあ、あのシステム組んでみたとき、まあ、こういう課題にぶち当たったんですけれども、一番左側があの認識できたパターンで、右側が認識できなかったパターンですね。こういったふうにあの切り抜いたときに真ん中に来た場合っていうのはあの
正しく、まあ、ほぼ正しく認識できるんですけれども、まあ、右側のようにちょっと中心からずれてたり、ちょっと回転していたり、まあ、ちょっとあの小さかったりすると途端に認識が率が悪くなる、まあ、そういう課題がありました。ちょっとこちらあのこのままで、先ほどまああの元々これ作ってせすに出すっていう、まあそういう目標がありましたんで、まあ、ただちょっと組んでみると認識率がこういった問題で悪いっていうところがありましたんで、やっぱデモとしてもちょっと良くないっていうので、あのソニーのエンジニアの方にちょっと相談しまして、まあ、その結果あの、まあ、方法としては何個かあるんですけれども、ちょっと機関的なところを考えるとデータオグメーテーションっていう、まあ、そういう手法を用いたらどうかっていうアドバイスをいただきました。あのデータオグメーテーションっていう、まあ、方法なんですけれども、それをちょっと次のページに簡単に書いてますが、まあ、あのさっきあのお見せした通りで、まあ、画像を単に撮ってきただけだと、ああいうふうに中心がずれてたりだとか、ちょっと回転していたりっていうところがあります。で、あの元々学習の時に使ってたエミニストのデータっていうのは、まあ、真ん中、ちゃんと真ん中に来ている、まあ、そういう画像ばかりでしたんで、まあ、その結果あの認識率が下がってる、まあ、そういう問題になってるだろうっていうところがまあ予測されました。これに対してあのこのデータオグメンテーションっていう手法は、あのその画像のですね、学習させる画像のデータを、まあ、縮小させたり、ちょっとローテーションさせたり、シフト移動させたりっていうところの画像処理をして、学習モデルを、まあ、かさ増ししてあのモデルを作り上げる、元の画像1個に対してその画像の、まあ、学習を、まあ、かける3倍して学習させてるって、まあ、そんなイメージなんですけれども、そういった手法を用いることで、あの先ほどのちょっとイリーガルなパターンっていうところもあの学習させるっていう手法を取りました。ちょっとこれをやった結果、もともと左側、まあ、これ 86% ってあの結構高い方だと思われるかもしれないですけれども、そこであの数値を取った時の結果がこうなんですが、あの本当極端な場合認識しないときっていうのもありましたんで、まあ、それがあのここに 86% が 94.8% って書いてるんですけれども、かなりやっぱりあの認識する精度っていうのが上がりました。こちらの方の、まあ、手法を取り入れて、まあ、無事あのデモとして成り立つようなものが構築できたんじゃないかなというふうに思ってます。こちらのパフォーマンス結果です。左側があの前処理、イメージキャプチャーしてあのプリプロセスっていう、あのカメラで画像をキャプチャーして、それを 28×28 の日化の、まあ、画像にするまでにかかってる時間ですね。で右側があの推定処理、実際にナブラのライブラリーに 28×28 の画像を加した結果で、まあ、その結果は文字認識するまでの時間です。合計まあ10ミリセットです、まあ、そんなに対して時間としては分からないというところが見て取れるんじゃないかなと思います。で下の方があのリソースですね。あの CPU 使用率とあと RAM の使用量っていうのを書いています。 CPU 利用率の方は 55%、まあ、そんなに高くないレベルです。でメモリー H3 の CPU かですよね。はい、55% で、はい、H3 って8コアイネーブルにしてたんですか？1コアだけ割り当てたらそのうち 55% です。いや、あの全部のコア合計ですよ。今少ないですね。4コアだと思います。まず4コアだと思います。53立ち上げてなって、うん、53は立ち上がってないから、あ、じゃあ4コアの4コア使って 55% です。そうですね。 USB カメラ、4コアの合計値は 400% です、うん、まあ、あのトップコマンドで取ったやつなんで、あの合計値が出るっていうところになると思います。下がメモリサイズの方ですね。実際の
そのアプリのプロセスのメモリー使用量っていうのは80メガバイトぐらい、下の方があの学習モデルのデータサイズっていうのが85キロっていう、まあちょっとあの比較対象がないんであるんですけども、まあ、これぐらいだったっていう、まあ、そういう結果になります。で今回 の, あのデモシステムに対する結論っていうのをちょっと書かせていただいてるんですけれども、今回あの先ほど最初に言った3週間でシステムを組んだっていう、まあ、あのところがあるんですけれども、まあ、あのこの3週間で組めたっていうのは本当にニューラルネットワークライブラリーズのおかげかなというふうには思ってます。あの実際トラブルなく組み込めましたし、結構あの思っていた以上に簡単にできたっていうのが、まあ、一つ成果としてはあったかなというふうに思っています。で、まあ、皆さんもあの AI を組み込みに使ってみようっていうそういうところがあるかもしれないですけど、まあ、それはちょっと敷居が高いんじゃないかなって思われる方もいらっしゃると思います。実際我々もそうやったんですけれども、まあ、あのやってみるとそんな難しくなかったんで、あのぜひ皆さんトライされてはどうかなっていうのがちょっとここのページの結論として挙げさせていただいてます。で今後の取り組みをちょっと簡単に書いてるんですけれども、まあ、あの今回作ったデモシステムは単にサンプルの MNIST っていうデータを使ってあのソニーの GitHub に載ってたあのサンプルのアプリをまあ利用してシステムを組んだっていうところ、まあ、単にだから AGL 上に R カー上に載せましたっていう、まあ、そういうところになってます。次のステップとしてはあのそこからさらに拡張させていきたいと。具体的にはあの画像データじゃなくて、まあ、動的なデータ、まあ、CAN のデータだったり生態情報だったりっていうそういうあの画像以外のデータっていうのをインプットにして何らかのアウトプットを推定すると、そういったところを一つ目としてあのトライしたいというふうに考えて、まあ、やっています。で二つ目があの性能改善ですね。今回あのまあそんなに対して性能悪かったっていう結果にはならなかったんですけれども、実際あの自動運転だったりとか大量のデータを処理するっていうところを考えるとパフォーマンスっていうところを改善っていうのは課題として絶対出てくるかなというふうに思ってます。でこのデモシステムはあの GPU 使わずに実現してるんですけれども、そういうちょっと大量のデータを扱うってなってくると、まあ、GPU が前提になってくるんじゃないかなっていうふうに予測はしてますので、大量データを扱った時のパフォーマンス改善っていうところは今後視野に入れて取り組んではいきたいというふうに思ってます。具体的にまあ取り組んでるのはこんな感じでちょっとサマリーだけ書かせていただいてます。左側がヒトエって皆さんご存知ですかね。あの多分ご存知ない方多いと思うんですけれども、まあ、あのウェアラブルですねなってまして、あの心拍のデータっていうのをこれで取得、まあ、できる、まあ、そういうあのウェアラブルのシャツなんですけれども、まあ、そこからあの心拍のデータっていうのを、まあ、取り込んで、まあ、その結果から眠気っていうところを推定するという、まあ、そういうシステムです。で実はあの我々の方はあの京都大学の方と連携してまして、まあ、京都大学のアルゴリズムっていうのを使ってその心拍のデータから眠気を推定するっていう、まあ、そういうのをちょっと組んでやっているんですけれども、そこのアルゴリズムっていうのをこの AI で置き換えてしまおう、あの AI に置き換えることが目的じゃないんですけれども、まあ、そういうデータの置き換え、まあ、データを処理してアウトプットを出すっていうところがこれでできないかなっていうふうに今思ってまして、実際あの取得した心拍のデータっていうところにナブラーですね、ニューラルネットワークに加して、でその結果眠気っていうのを推定させる、まあ、そういうシステムができないかっ
っていうところに今ちょっと取り組んでいる最中です。まあ、そのためには新しく学習モデルを作るって必要も出てきますでしょうし、まあ、いろんな性能の壁だったりっていうところも出てくる可能性があります。まあ、ちょっとそういう課題出しっていうところを目指していろいろ今やってる最中、ちょっと紹介以上ですね。で、今回その3週間で簡単にシステム構築することができましたので、皆さんの方も敷居が高いと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、やってみてはいかがでしょうかっていうところで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。何かご質問等あればソースコードとか今回作られたみたいですけど、はい、画面とかってなんか独自に作られたり、あ、はい、あれキュートアプリを組んでます。さっき出てきたソースコードとは別の、あ、そうですね、はい、さっきのが実際にカメラの画像を取り込んで、まあ、AI エンジンに加してっていうところだけをちょっと抜粋した感じですね。あれと別にキュートアプリの部分っていうのもあります。画面用の、はい、あともう一点あって、ソースコードってアップロードされるんですか？予定とかはあるんでしょうか？ですね、なかなか難しい質問ですけど、答えられないのであれば検討し始めようとしまして、はい、まあ、簡単にはいかないんですけど、まあ、その1個前の議論があったかもしれないですけど、私たちのオープンソースの理解を社内的にも得られるような動きをして、ちょっとな上げれる方向には考えています。はい、期待してます。はい、ありがとうございます。いいですか？はい、CPU とあと処理時間のところなんですけど、はい、あれは画像取り込みってスナップショット一発ですか？それともずっと定期的に 30fps か何かで？あ、そうです、定期的にキャプチャーして撮ってる。これは1フレームがフォトグラムの準備で収まる、はい、あ、そうですね、処理した時のところだけの数字です。長い感じで聞きました。じゃあ、あれか。ちょっともしかしたらユーザーランドのトップコマンドですから、ね、ちょっとその他動かしてないですか？そうですね、そんなにとも 200fps に対して半分ぐらいかかっていたら55っていう感覚かなっていう気もしなくなって、うん、かもしれない。ちょっとそのあたりの税っていうのがまた出てきてないです。黒川さんがキングフィッシャーでカメラ対応してもらったら、カメラ使えれば、ただあれでもオープン CV 使っちゃうと CPU とかガンガン走っちゃうので、たぶんそこがね、可能性はあるかなと思って、うん、そこの8ミリの処理を全部ハード処理っていうふうにしたら、変わるんですけど、まあ、それは別の話かなと思って。これは清水さんに質問したのがいいかもしれないけど、ニューラルネットの処理の部分っていうのがそのマルチコアを有効活用してるのか、そのマクワコアでシーケンシャルになる。ね、詳しくは専門家にソースコンドを読んで、ソースコンドを読んでもらっても確かに入力してたような気がします。8ミリセックかかってるのを何か目安としたらあるんですけど、最終的には 20×20 ピクセルのモノクロな映像が欲しいわけですよね。そうですね、はい、ウェブカムから撮ってくる最初の映像の解像度ってどのぐらいにしてるんですか？ HD のサイズ。それ HD である必要とかってのはないんですけれども、デフォルトのサイズがそれだったっていうだけです。それを最初からそれで100×100 とかにしたら、はい、多分やっぱりその8ミリの中では映像のリサイズって結構かかってると思うんですね。なぜかというと、そのでかいメモリーを舐めるだけでもやっぱり時間がかかるので、それが少なければそれは簡単に半分ぐらいも減らせそうな気がするそうです。
ことそういうこと。ちょっと僕がサクッと作ってみたっていうところパフォーマンスとトレードオフで3週間の方を今回選んでるっていうのも。そうだ、やっぱ説明出すっていうところが気づいてはいた。でもそこまで出すならば、どこがボトルネックなのかはやっぱりエンジニアとしては見るべきだな。やらないにしてもそれは次回発表で5月です。もっと言う